ノルドストリーム陸部に約60億ユーロの総工費約134億ユーロの費用を投下して2011年11月8日に稼働を開始した。ロシア国営企業がスプロムとドイツ、フランスなどの企業が出資する新たなパイプラインノルドストリームにが2019年観光を目指して建設中である。 ビボルグからグライフスバルトまでの予定線は 1200km に及び地下のパイプラインとしては最長になる。計画の主な特徴としては以下の2点が挙げられる。建設費用はおよそ9000億円。主に西シベリアのユジノルスコエガス電からノルドストリームによって移送される天然ガスはヨーロッパにおける需要の3割を賄うと推計されている。2012年完成予定。 事業主体であるノルドストリームエジーにはロガスプロムが51%を出資し、その他にドイツやオランダなどの企業も参加している。ガスプロムの事実上の子会社であるノルドストリームエジーにシュレーダー元首相が役員として加わったことで話題となった。2005年の時点で3300億立方メートルの天然ガスを輸入していたヨーロッパは2015年までに さらに2000億立方メートルの上積みが必要となると予想されていた。豊富な天然ガスを産出するロシアは、ヨーロッパへの天然ガス供給の経由国でありながら、たびたび問題を起こしていたウクライナとベラルーシを迂回するルートを求めていた。それは安定した天然ガスの供給を求めるヨーロッパにとっても同じだった。一方で、ポーランドのラダスラフ・シコルスキー外相のように、 公然と環境問題やエネルギーの大路依存を危惧する声もあった。しかし脱原発を図っていたドイツにとってロシアの天然ガスは重要なものであった。2005年の協定では、独大手のバスフとロガスプロムとの提携強化やユジノルスコへの天然ガス電開発への参加が盛り込まれるなど、エネルギー問題において密接なドクロ関係が目指されている。 エネルギーの大ロ依存度を下げた EU が主導しているラインであるナブッコパイプラインのガスの供給元探しが難航しているのに対してロシアの国営企業であるガスプロムが推進したノルドストリームは2011年11月8日に稼働を開始し EU への天然ガスの供給が始まった沿岸5カ国のうち最後まで着工許可を出していなかったフィンランドが2010年2月12日に 計画へ合意2010年4月実際にスタートし2011年11月8日に天然ガスの供給を開始し稼働した着工記念式典に臨むメドベージェフ大統領このパイプラインの2系列目に使用する交換は日本の住友金属が受注した2021年9月10日ガスプロムは工事が終わりパイプラインが完成したと発表米国は 同パイプラインがドイツを含む北、大西洋条約機構加盟国に対するロシア政府の影響力を強めかねないと懸念しているため、2018年7月11日、ドナルド・トランプ大統領は、北、大西洋条約機構事務総長との朝食会の場で、ノルドストリームに計画について触れ、アメリカがドイツを守るために、数十億ドルも払っているというのに、ドイツはロシアに、 数十億ドルをロシアに支払っていると批判。その場にいなかったドイツのアンゲラ・メルケル首相は別途ドイツは独立して決断を下しているとしてトランプ大統領の批判に反論した。2019年以降アメリカ国会及び国防省はノルドストリームにパイプラインに関与する事業体が米国の制裁の対象になると警告し、 直ちにパイプライン作業をやめるべきだと表明した。しかし、2021年5月19日、アメリカ国務省は関連会社への制裁がアメリカの国益に反するため解除すると宣言した。ドイツとロシア両政府は声明に歓迎する一方、ウクライナと一部のアメリカ国会議員はロシアに利するだけと批判した。また、このプロジェクトは、 ヨーロッパのロシアへのエネルギー依存を招きかねないため、2021年4月28日に、欧州議会はこのプロジェクトの工事の停止を求める、内容を含む決議案を可決した。ドクロのノルドストリームの開通、その背景と、駆け引き広瀬陽子、旧ソ連地域研究。 https://mainichi.jp/articles/20170804/k00/00m/030/03100c2011、e、年11月16日閲覧。米、大路制裁法、EU 懸念も、天然ガス依存への影響で、毎日新聞長官。 https://mainichi.jp/articles/20170807/ddl/k13/100/04000-chairholders ノールストリームエージ、http コロンスラッシュスラッシュ w w w n、e、o、e、r d s t r e a m c o m スラッシュ ou r-compan y スラッシュ sh a r e h o l d e r s.html2010 年八月十四日閲覧シュローダーアッコセブッツロシアンパイプラインジョブ。 ワシントンポスト、http コロンスラッシュスラッシュ www.weshin g t o n p o s t c o m スラッシュ wp-dyn スラッシュコンテントスラッシュアーティクルスラッシュ2005スラッシュ12スラッシュ09スラッシュ AR2005120901755.html2010 年波月24日閲覧 ガスプロムアクツツーリアシュアーヨーロッパオンナチュラルガス。 ニューヨークタイムズ、http コロンスラッシュスラッシュ www.nytimes.com スラッシュ2007スラッシュ10スラッシュ01スラッシュワールドスラッシュヨーロッパスラッシュ 01iht-pipeline.4770572.html2010 年8月26日閲覧ウクライナが輸送量の7割 ベラルーシが3割を占めていた、ロシアと、ベラルーシ、ガス紛争再燃化納金めぐりトラブル。朝日 com. H t p .com。http コロンスラッシュスラッシュ www. 朝日 .com スラッシュインターナショナルスラッシュアップデートスラッシュ0619スラッシュ tky201006190331 と html2010 年8月26日日閲覧。ノールストリーム。 a waste of money, s a ポーランド a n d y u r a c t v h t t p w w y u r a c t e v c o m e n e n e r g y n o l d s t r e a m waste m o n e y p ー l a n d a r t i c 1 8 8 7 2 7 2 0 1 0年8月26日。閲覧。EU の天然ガス調達戦略 a s a h i c o m http://www.asahi.com コロンススララッッシシュュスラッシュビジネススラッシュトピックススラッシュコラムスラッシュ tky201004130561 と html2010 年8月24日閲覧。ノールストリームパイプライン向け体験溶接交換を受注内定。住友商事。 http www.sumitomocorp.co.jp スラッシュニューススラッシュ2010スラッシュ201001264万3029 html2010 年8月24日閲覧ロシアノルドストリームに完成を発表各国反発のガス管 www.afpbb.com2021 年9月11日閲覧 AB、米政権、ロシアのガスパイプライン建設阻止で新たな制裁検討から関係者ブルームバーグ .com2021 年3月19日2021年4月15日閲覧トランプ氏、読はロシアの囚われのみと批判メルケル氏は反論 AFP、AF 2018年7月11日閲覧。米バイデン政権、ロシアのガス管会社への制裁を解除、BBC ニュース。2021年5月20日閲覧。ジョイントモーション法、A レゾリューションオンロシア、The Case of アレクセイナーリヌイ、ine, The Military Build アップオンウクライナ、S ボーダーロシアンアタックスインザチェックリパブリック。 www.europarl.europa.eu.2021 年4月30日閲覧。ありがとうございます。